はい、こんにちは。豆と申します。マジチル実況プレイ続きからやっていきたいと思います。2年前、ヒッツジーの過去。見ていきましょう。都合よく近場に歪みが生まれたから来てみたが、特に何もねえな。つまんねえ。魔獣でも出てくりゃ少しは楽しいんだが。ユキー！ん？追ってくるやげ、しつこいやぎ。人間やぎ。絶対絶命やぎ。そうやぎ。なんだ？痛い、痛いやぎ。やめてやぎ。あ、羊の苦手なあいつらですね。おい。強すぎて。どけ。いいからどけ。助けてくれたんだね。まあ、おい、ね、人間は来るなヤギ。食べても美味しくないヤギよ。何もしないから出てこい。お前に興味が湧いただけだ。嘘ヤギ。そう言って出てきたところを食べるヤギ。お前も魔法を受けたいのか？出ていくヤギ。だからいじめないでヤギ。何か言おうヤギか？お前魔獣か？違うヤギ。僕は魔物ヤギ。これまでのデータと違うな。魔物は人型のはず。だが言葉を話すのは魔物だけ。僕は魔物ヤギ。信じてほしいヤギ。魔物のお前がどうして魔獣に襲われているんだ。魔獣は奴るのが魔物だろ。僕は落ちこぼれヤギ。こんな見た目で魔法もろくに使えないから、魔物にも魔獣にもバカにされてるヤギ。そうか。お前俺と一緒に来るか。ヤギ？害がなくて会話ができる魔物を探していたんだ。その条件にお前はちょうど当てはまる。お前、人間側につけよ。バカにするなヤギ！僕は魔物ヤギ！助けてくれたことは俺を言うけど、裏切り者になんてならないヤギ！でもお前がここで存在する意味、あるか？ヤギ…それは誰からも必要とされない。いなくても一緒。それって死んでいるのと同じだろ。でも僕は悪いようにはしない。俺はお前が必要なんだ。必要ヤギか。ああ、必要だ。友達。うん？友達になるなら考えてもいいヤギ。別にいいヤギよ。嫌なら僕は協力しないヤギ。魔物と友達ね。やっぱり嫌ヤギ。嫌ヤギ？今更仲良し小良しって年じゃねえんだけどな。知らないヤギ。僕は年すら知らないヤギ。わかったわかった。友達になってやるから協力しろよ。本当ヤギ？ああ、本当だよ。はあ、変なの拾っちまった。やったヤギ、嬉しいヤギ。友達ヤギ、初めてできたヤギ。落ち着け。で、お前名前は？ないヤギ。名前もないのか。よし、お前は今からヒッツジーだ。ヒッツジー？ああ、お前はヒッツジーだ。ヒッツジー、ヒッツジー。僕はヒッツジーヤギ。かわいいな、ヒッツジー。はい、現在。懐かしい、後ろは、そうだ、後ろはこいつ仲間だった。
懐かしいヤギ。さあ、司令官のためにも頑張るヤギよ。あ、ウリリヤギ。羊と、アナピョン。羊が連れてきてくれたの？私に殺させられるために興奮しすぎて噛んでますね、ウリンちゃん。ウリン、何を言ってるヤギ？死ぬのはウリンの方ヤギよ。は？ヒツジ、私たちを裏切ったの？やっぱり魔物か。アキお姉ちゃんはお前を怪しいって言ってたけど、さすがだね、正解だったよ。何をごちゃごちゃ言ってるヤギか。ヒツジは最初から司令官の味方ヤギ。司令官、あいつ生きてるの？それなら殺さなきゃ。ヒッツジーに花ぴょんに司令官、皆殺し決定。そうはいかないヤギ、みんなよろしくヤギよ。待て、どうなるの？何それ。あ、メグちゃんとお姉ちゃん、どうしてアキお姉ちゃんとメグちゃんの姿に。二人はもう死んだんだから。そんなので惑わされると思わないで。一度殺すのも二度殺すのも同じだよ。むしろ偽物なんて消えちゃえ。何するんだろう。倒した敵、プレイヤーとアキを間違えないように。あ、なるほどね。ウリンちゃん3人とも倒そう。正面から当たらないように。魔獣を3匹倒しましょう。正面からぶつかったり、魔獣からぶつかられるとダメージを受けるので、後ろや側面から当たりましょう。ウリンの体力がなくなってしまうとゲームオーバーです。なるほど。今のブブガイこいでば、ちょ待って。こう、あの、ああ、オッケー、オッケーじゃない、オッケーじゃない。なかなか意外とね、バット負け、難しいんです。残り3になっちゃった。意外とね、今です。今だったのに、チャンスをね、チャンスをね。物にできない私、弱。この程度だったの、魔獣って。突き上げヤギ。強い。やっぱり無理ヤギ。逃したか。でも司令官が生きてるのが分かっちゃった。ひどい目に遭ったヤギ。早く司令官に。なんで司令官はみんなを殺せって言ったヤギ。何考えてるヤギ。司令官の考えは絶対ヤギよ。でも理由がわからないヤギ。今までも司令官は残酷な実験をしてきたけど、それは全て人間のためヤギ。大勢を救うための犠牲は仕方ないと割り切ってたヤギ。でも今回は、羊は嫌ヤギ。みんな友達ヤギ。羊の大事な友達ヤギ。意味もわからなく殺せなんてわけはわからないヤギ。何かおかしいヤギよ。司令官に聞くヤギ。ヒツジやってたら喉がやられた。司令官どういうことヤギ。は？なんで洗脳が切れてんの？強い衝撃とか受けた？洗脳。だからみんなを殺せって司令官の言葉を疑わなかったヤギね。どうしてそんなことをしたヤギか。どうしてってお前、今からお前の友達を殺せって言われて納得するか。理由によるヤギ。ヒツジは納得できたなら司令官の命令を優先させるヤギ。そうか、お前そこまでこいつに浸水浸透してたのか。司令官？本物じゃないね。どうしたヤギ。それに急になんでお前なんて呼ぶヤギ。
メグちゃんなのかな、やっぱ。いつもヒッツジーって司令官がくれた名前で呼んでくれていたヤギ。何か考えがあったらヒッツジーにも教えてほしいヤギ。司令官はヒッツジーの大切な友達ヤギよ。もっと信頼して。ああ、うぜ。司令官？そこまで人間に毒されてんのか、お前は。一応魔物だし協力させてやろうと思ってたけどよ。お前もういらねえわ。司令官、何か羊悪いことしたヤギか？言ってくれたら直すヤギ。だから、また羊って呼んでほしいヤギ。撫でてほしいヤギ。そうか、わかった。司令官。死ぬ。聞こえなかったか？死ねと言ったんだ。司令官じゃないヤギ。お前は誰ヤギ？お前に教えてどうすんだよ。じゃあ司令官は。だから死んだって言っただろ。殺されてたのをお前も見ただろ。司令官。お前もすぐに司令官と同じところに送ってやるよ。逃げるヤギ。え？炎？メグちゃんか。バカじゃねえの？司令官は死んだじゃねえか。普通の魔物なら、俺の変化魔法ぐらい見抜くっつうの。というか、司令官がお前を連れ出したのは実験のためだよ。知らなかったのか？最初に俺たちがした脳に魔法を埋め込む実験。お前の細胞を埋め込んでいたんだよ。魔物の細胞は魔法によく馴染むからな。お前の細胞に魔法を、付加させて脳へ移植したんだ。ま、拒絶反応でほとんど死んだかな。って、とっくに死んでる奴に何を言ってるんだ。さて、また遊びに行くかな。今度はどんな反応をするのかな。辻。おい、ヒッツジー。誰？中脇くんかな。おい、何ぼーっとしてんだ。あ、司令官との？ヤギ？ヒッツジーがどうしても食いたいとダダをこねてやがるから、こうして店を貸し切りにしてやったというのに、強い、すごい権力をお持ちで。そうだったヤギ？なんだかすごく怖い夢を見てた気がするヤギ。はあ、何言ってんだ？でも夢は夢ヤギ、今は現実ヤギよ。すごいヤギ、これ全部食べていいヤギか？ヒッツジ以外誰が食うんだよ。いただきますヤギ。ひよりちゃんのプリンも食べてたから甘いものが好きなんだね、ヒッツジ。あ？食わねえのか？司令官も一緒に食べるヤギ。はあ？こんなにたくさんあるヤギ、司令官にも分けてあげるヤギ。いや、別に俺は。それにお友達と一緒に食べた方が美味しいヤギ。お友達ね。友達というよりヒッツジーはペットだろ。友達ヤギ。はあ、わかったわかった、お友達お友達。なあ、でも撫でてくれていいヤギよ。やっぱりペットじゃないか。友達ヤギ。はいはい。あー、かわいい。いや、でもちゃんと司令官はヒッツジを可愛がってるね。こんなところに連れてきたりとかしてるんだし、あのストローが可愛いです。これでいいのか？それでいいヤギ。それじゃあいただきますヤギ。このままじゃ俺が食えねえじゃねえか。残念でしたヤギ。ま、たまにはいいか。味わって食えよ。食い終わったら行くところがあるからな。羊も一緒に行くヤギ？ああ、俺が連れて行ってやるよ。どこにヤギ？着いてからのお楽しみだ。わかったヤギ。
みんなに行ってきますよ、ヤギよ。かわいいね、この絵。幸せになる絵でした。生きてるよね、ヒッツジ。そしたらみんなに行ってきますって言うヤギよ。アキ、ウリ、メグちゃんに一人、そして中アキとヒヨリ。みんな逃げるヤギ。ヒッツジも先に行くヤギ。さようなら。え、ヒッツジここで離脱なの？また変な場所に。あれはなんだ？これは前の場所で見た魔法についてのレポートの続きか。これも1年前の日付が書いてある。被験体以後ここでは仮に DO と記載するわ。失敗でもあるが、しかし唯一の可能性でもある。 DO 以降魔法を、衣装に埋め込むタイプの研究を進めてきたが、 DO の魔法を発現することができない。しかし計画を進めるためには DO の魔法が必要不可欠であり、いかにしてこちらの意図する方向へと導くかが課題だ。その点に関して今村支部のマジチルは都合がいい。集めた人間はよくやった、実験を進めよう。やっぱりこの日記の内容が本当ならば、今の俺たちの状況はこの実験のせいか。司令官、話が違うぞ。俺がマジチルになれば、俺の関わる人間を巻き込まないんじゃなかったのか。くそ。それにしても、DO、一体、DO。なっちゃん！なっちゃん！日和？やっと見つけたよ。無事でよかった。怪我とかしてない？大丈夫だ。日和こそ無事みたいで安心したぞ。ところでどうやってここに？なっちゃんを探し回って走ってたら偶然たどり着いたんだよ。魔獣に見つからないように魔法を使いながら。そうか。大変だったんだよ。ウリちゃんに襲われたり。ウリに？なんか私を見たら急に襲ってきて。その時何か言ってたか？私を花ぴょんと間違えたみたい。同じ衣装ってだけで顔や声を見たらわかるはずだが、そんな余裕がなくなる何かがウリに起こったのか。ウリンちゃんだけでアキちゃんは一緒にいなかったよ。そうか。秋に何か起こったのかもしれないな。なっちゃんは何をしてたの？ちょっと言葉にしにくいな。昔の夢を見たり資料を見たりいろいろだ。そっか。もう少しこの部屋を調べようと思うんだが、手伝ってくれるか？もちろん、日和ちゃんに任せなさい。一騎当選10,000人。多すぎだろ。はい、ということで、じゃあトークを見て終わりますかな。それにしてもここは変な空間だな。ごちゃごちゃしてるね。日和の部屋とどっちが散らかってるか。そんなことないとか思ったり。日和の部屋の方が物は多いからな。はい。ひよりちゃんのお部屋がすごいことが分かりましたね。ということで、じゃあ今回はここで終わっときたいと思います。ちょっとね、ヒッツジでね、喉がやられた。だよ。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。バイチー。